皆さんこんにちは、成沢ひろゆきです。5日ぶりの動画の投稿になりました。お待たせしました。今回ですね、初めて画面の収録に挑戦しまして、いろいろとこう機材を揃えたんですけども、そのですね、練習とか接続方法とかうまくいかなくて、ちょっとこんなに時間かかっちゃってすいませんでした。今日はですね、星空のタイムラプスの時に結構みんな悩んでたんじゃないかなと思うんですけども、飛行機の鉱石とか人工衛星の鉱石とかチラチラと入ってくるものをなくす方法をご紹介したいと思います。で、この撮影方法ですね、あくまで三脚の上にカメラを乗せて撮影する、その固定のタイムラプス、スライダーとか、パン、ティルトのモーションをかけた時のタイムラプスには残念ながら適用はできないので、固定のタイムラプスの時に、これが発揮できるやり方になります。ぜひお試しいただければと思います。皆さん、今家の中で結構鬱屈して自粛ムードの中過ごしてらっしゃるんじゃないかなと思うので、今手元にある素材またいじり直してですね、家で過ごす暇つぶしにしていただければなと思いますので、最後までぜひ見ていってください。最初にちょっとご説明すると、今回セクエーターっていうですね、フリーソフトを使って飛行機の鉱石を消すっていうやり方をご紹介しようと思います。で、このセクエーターっていうソフトなんですけど、何かというと、通常の写真ってパシッと1枚で写真を撮るものなんですけども、簡単に言うと空の部分と地上の部分を別々に撮って、それを一つに合成するっていう方法です。この撮影方法のメリットは何かというと、まず一つ目はノイズを減らすことができるっていうことですね。加算平均合成というコンポジットとも言われますけども、私のですね、著書の星空撮影塾、加算平均合成について書いてあるので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、84ページに加算平均合成の方法っていうことで、Photoshop とステライメージ8、天体写真用のソフトを使った天体写真の時の加算平均合成の方法を紹介してて、このやり方がこのフログの DVD に載ってますので、これぜひ見ていただきたいんですけども、加算平均合成の何かというと、こう何枚も写真、同じ構図で写真を撮って、それを1枚に平均化すると。そうすると、ノイズが減る方法なんですね。星空の写真の場合っていうのが、シャッタースピードが長くなると、地球の日周運動によって、星がこう線になっちゃうっていう現象が起こるんですね。なのでなるべく短いシャッタースピードでやりたいんですけども、暗い場所で星空のコントラストが強い、星空がよく映る場所に行って撮影をすると、どうしてもその露出が長くなったりとか、で星が動いちゃうのを気にすると露出が短くなって、露出アンダーな状態になったりとか、要はそのノイズとの戦いというか、それが星空の写真の特徴ではあるんですけども、適正露出で撮るのが一番その低ノイズで済みますんで、でその状態で星のシャープネスが損なわれない程度にノイズリダクションをかけるっていうのが多分一般的なやり方だと思うんですけども、そこに対してもしまあそういうノイズが多いデータだったとしても、同じ構図で例えば5枚とか10枚とか写真を撮っておいて、それを加算平均合成すれば、ノイズが綺麗な状態の写真が作れますよ。なので風景、星空両方とも、ノイズを平均化して、強い画像処理をかけることができたりとか、画像処理をしなくてもそのノイズレスな写真を仕上げることができたりとかっていうメリットがあって、海外では結構使ってる方が多いです。もちろんまあ1枚撮りの写真ももちろんそれはそれでよくて、まあ、それ以外にそういった選択肢が選べますよっていうことで技術がだいぶ進歩している、まあ、もう一個そのメリットがあって、星空を綺麗に撮ろうとするとやっぱ手前がね暗くなるんですよ。でシルエットで映っちゃったりするんですけども、たくさん枚数を撮影して加算平均合成すれば、画像処理で明るく持ち上げてもちょっとノイズが目立ちにくいものになったりとか、あとは月が昇ってる状態の時に何枚か撮っておいて、で月が沈んでから星空のコントラストが上がってからもう何枚か撮って、時間帯を分けてこう1枚にするとか、まあそういうやり方もあるんですけども、で今回はその便利なフリーソフト、それがセクエーターっていうソフトでして、加算平均合成をしたデータを使ってタイムラプスの素材を作れるっていう、まあそういう機能があって、これを加算平均合成することで飛行機がピュン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 って飛んでる、その鉱石とかがこれも平均化されて見えなくなるっていうやり方なんですね。なので今日は、セクエーターの使い方、実際に操作しているところと書き出しして、それをタイムラプスにするのにダヴィンチリゾルブっていうですね、
動画の編集ソフトがあって、これでタイムラプスの動画が、作れるんですけども、タイムラプスっていろんな場面をつなげて一つの作品として仕上げるっていうところまでが、まあ目標としていただきたいなと思うんですけども、その時に結局その動画の編集ソフトを使うことになるので、おすすめなのがそのダヴィンチリゾルブっていうソフトウェアなんですね。ダヴィンチリゾルブはもうタイムラプスも作れるし動画の編集もできると。で、元々はですね、映画を作る方とかが作業したらカラーグレーディング、カラーコレっていう作業があるんですよね。写真と違って動画ってそんなにインスタ映えみたいなこう彩度が高いやつとかないので、どちらかというと彩度落とし目で落ち着いた発色でかっこいい映像を作るっていうのが、まあ動画の醍醐味なのかなと思うんですけども、そういうカラーグレーディングのソフトだったんだけど、いろいろ機能が拡張して、普通の動画編集とかもできるようになっちゃったっていうのがダヴィンチリゾルブなんですね。充実した機能があって無料で、しかもタイムラプスも作れて動画編集の機能もあるっていうことで、まあ、カラコレもカラーグレーディングもできるので、おいおい使い慣れておくとメリットがあるかなと思うので、今日はそれでやっていきたいと思います。実際の作業風景を見せたいと思いますので、最後までチェックしてください。はい、それでは実際の作業でやる前にどういうことをやるのかもう一回確認をしましょう。まずこちらを見てください。はい、このタイムラプス一見いいように見えるんですが、ピュンピュン飛んでますね、飛行機がね。あとこれフリッカーって言うんですけど、ちょっとチカチカしてるの分かりますか。チカ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 っていう、ね、でこう波がこうだん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 引き潮になって海の水位が下がっていく。でよく見るとですね、この辺、この下の方とかにめっちゃ虫いるんですけど、言いますけど、うわ、船虫いっぱいいる。船虫いっぱいいる。まあ、こういう飛行機がたくさん飛んでるやつをセクエーターっていうソフトウェアを使ってこういう風に飛行機を消しますよと。先生で、おのずとこうフリッカーもなくなってますね。これを今日はやります。実際の作業そのまま見せるのでちょっと長くなりますが、どうぞお付き合いください。はい、それでは実際の作業をお見せしたいと思います。皆さん、まあこれセクエーターっていうソフトを今回使うんですけども、このセクエーターを使う前に最初からお見せしたいと思うんですけども、こう今開いたこのフォトショップライトルームですけども、フォトショップライトルームとか、あるいはシルキーピックスとか何かしらの画像処理ソフトでまず作業が必要になります。例えばここに読み込んでるこの写真ですけども、ちょっとメタデータ読み込んでなくて申し訳ないんですけど、だいたい感度6400で F2.8 で20秒ぐらいで撮ったのかな。それをがここに全部読み込まれています。同じ構図で三脚の上にカメラを乗せて連写したやつですね。でこれ421枚あります。結構な時間かけて撮ってます。でこれ例えばこれもうすでにこの写真は画像処理もう終わってる写真を読み込んでるんですけども、この写真なんですけど、三浦半島、神奈川県の三浦半島付近で撮影したものなんですけども、ここにあるのが月 でこの月が沈んでですね、天の川がブワッと出てくるのを期待したんですけど、この富士山側、多分これ藤沢とかね、方面の湘南方面の光害だと思うんですけど、これが明るすぎてあんまり出なかったんですけども、まあ、これはここにちょっとこう富士山映ってますけど、こういう場面をタイムラプス撮影、インターバル撮影したやつですね。でここにあるのが、これが飛行機、まあ、今回これを消してやるっていう内容なわけですけども、まあ、例えばこの写真をですね1枚、まあ、画像処理します。まあ、仮にこう明瞭度と自然な彩度を上げて、まあ、他にもいろいろやるんですけども、でこれと同じ画像処理をこの他の421枚にこう施したいわけですよね。
モフしたい。でその時にまずコントロこの1枚何でもいいね、この1枚を選択した状態でコントロール A、 これ全部選択されます。で次に同期ってのがあるんですね。同期をクリック。これ自動同期になりましたね。なんで自動同期？なんで？すみません。同期ですね。同期をクリックして、すべてをチェック。これですね。すべてをチェック。すべてをチェック入れて、同期ってやると、同じ画像処理が今全部の写真421枚の写真全てに、施されました。でこういうふうに画像処理したやつを一回書き出すんですね。一回出力する。で出力するときはここで、全部の写真をこう選択されている状態で右クリックもしくは、ファイルから書き出しをやります。でちょっとこの画面、私いろいろこう LR タイムラプスの画面とかこう項目とかがあってちょっと違うかもしれないんですけども、基本的にはこのハードディスクを皆さん選んでいただいて、この特定のフォルダー何でもいいです。今はこのデスクトップにあるトップっていうフォルダにお願いしますけども、特定のフォルダー選んで、それからそうですね、ここを選んで、保存するフォルダを選ぶと。で画質は100%なのかな、100でよくて、でここの解像度なんですけど、解像度これ今300ピクセルインチになってますけど、ここはテレビモニターで見るときってこんなにいらないんですよ。なんですけど私はまあ写真として使う場合もあるので、まあ、このぐらいで出力してるんですよね。で、書き出しってあります。そうすると、この421枚の写真が、今、書き出されてますよっていう状態ですね。なので、これが全部書き出し終わるまで、一旦待ちます。はい、書き出しが終わりました。では、このページを閉じまして、で今ですね、わかりやすくちょっとフォルダを写しました。ここに、先ほど、出力した写真421枚がここに保存されています。でここで、セクエーターを開く。さっき読み込んだ写真ですね。これで1個選んでコントロール A で全部選択できるんですけど、今この変なフォルダーこれはいらないので、コントロールとクリックでこれ消えますから、で全部選択したらここに全て放り込んじゃいます。でスターイメージ、ノイズイメージ、ビネッティングイメージっていう風に出てくるんですけど、今回スターイメージを選択してください。これそれぞれその、役割があるんですけど、今回の作業で使うのはこの一番上のスターイメージになります。で読み込まれたスターイメージがここに421枚選ばれます。でベースイメージっていうのが今ここに表示されているやつですね、なります。で次、アウトプット、出力先を選ぶ。で、ここ、何でもいいです。とりあえず、デスクトップのこのトップさんにまた入れておきますんで。で、今、仮に、テストって入れます。で、この時に、大事なのが、ここですね。ファイルの種類を選べるようになって、今、TIFF になってます。TIFF っていうのが、ちょっと圧縮率の低い、形式のファイルなんですね。つまりこの後もう一回画像処理したい時とかに使うやつなんですよ。いつもその新成形写真を作る時は TIFF で吐き出して、私はもう一度 Photoshop とかで画像処理をするんですけど、今回はすでに画像処理したやつを出しているので、ここは JPEG を選びます。で保存をクリックと。でここの欄はこれで終了ですね。で下に行きます。コンポジションアラインスターズっていうのがあります。ここの項目です。ここの項目上からこれ順番に行きますから、はい。でまずこれを選ぶと、
アラインスターズトレイルってのがあります。これアラインスターズはあの星の位置合わせをしますよっていう意味ですね。でトレイルは企画名合成、星を軌跡にするっていう機能です。まあ、基本的にはこのアラインスターズでいいです。で次ここなんか書いてますけど、これはすっ飛ばして、この下にあるフリーズグラウンド、地面を固定するっていう意味ですね。これをクリックしてください。できました。そうすると自動的にこうセレクティブっていうのが選択されるようになります。これで OK です。で次スカイリージョン、ここですね。スカイリージョンフルエリアに今なってますけども、これを選びまして、そうするとこう境界線、グラデーションっていうのがあるんですよね。でこれまず境界線からいきましょうか。境界線選んでこんな感じですね。これどこが地平線ですかっていうのをこれで選ぶんですよ。あれ、まあ、結構適当でいいと思います。これそんなにびっちり合わせなくていいのは、これが地平線のラインですよ。で次にこうですね、これグラデーションなんですけど、あ、なんか変なんでした。グラデーションですよ。これクリックして地平線から地平線付近、この辺はいきなり色が変わったらおかしいですよっていう感じですよね。こんな感じでいいのかな。結構ね適当に自分もやってますんで、あんまり気にしないで、細かいこと気にしないでやっていただければと思います。で次にここですね、一番大事です、イレギュラーマスクっていうのがあります。これを選択していただきます。でこの下にこれなんていうのかな、オグジリアリーハイライトって書いてあるんですけども、これですね、これをここにチェックを入れる。そうするとまあこう丸いのが出てくるんですけど、ここで右クリックを一度押してください。そうするとこうなんかブチブチ出てきましたね。でこれ要はですね、こうやってここからクリックを押し続けながらこうなぞるんですけど、星のエリアはどこですかっていうのをこうやって指定するんですね。でこれもあんまり細かくやんなくていい気がしてるですね。まあここのエリアが星ですよと。でこれ地平線に被ると、こうやって地平線に被るとここがやっぱねちょっとブレたりするんですよ。で、あ、間違った、これやっちゃったってなったら右クリック押すと、こうやって間違ってこうやって選択しちゃっても右クリックでこういう風にまた塗り直せます。では普通のクリックで左クリックですね。でこういう風に範囲を指定すると、で範囲を指定したらこれで終了です。で次に行きましょう。オートブライトネス、でこれは明るさを自動調整してくれるんですけど、先ほども言った通りこの写真、今この写真を画像処理した後のもう処理済みの写真をやってます。なので明るくされちゃ困るのでこれオフ。それからハイダミナミックレンジですね、これ HDR 的な処理をするんですけども、今これは画像処理隅のやつをやります。で仮に何ですか、このハイダイナミックレンジにオンにして、やるときっていうのはもうだいたいこうサイドが薄くなるんですよ。なのでもう一度画像処理加えたときはこれオンにするといいんですけど、今オフにします。でリムーブダイナミックノイズ、これはホットピクセルを解除してくれる、消してくれるってやつなんで、これはチェック入れます。ダブルクリックするとオンになりますから、ダブルクリックするとオンになります。でレディウスディスターエフェクツオートっていうの、これレンズの歪みだったかな、なんですこれは一応選んでダブルクリックして選んで、コンプレックス、普通のレンズはコンプレックスでいいみたいなんですけど、まああんまり気にしないですね、ここ。で、次に、ライト、レデュースライトポリューション、これ、光害をなくしますよっていうことなんですけど、
また何度も同じこと言ってすいませんね。これもう画像処理済みのやつなので、これこっから光害減らしちゃうと、確かにここ減るんですけど、全体的にコントラストが上がって、まあちょっといい言い方しちゃいましたね。全体的にこう暗くなるんですよね。なのでこれ基本オフです。で、エンハンススターライトっていう項目がありますけども、これも星の明るさをもっと明るくしますよってやつなんですけど、これもオフでいいです。で、マージ4ピクセル、これ、画像サイズが小さくなるので、これもオフのままでいいです。で、肝心なのは、これですね。タイムラプス。ここに項目が出てきました。これオフになってますけども、これダブルクリックすると、オンになります。で、ここ。これ大事です。これ、Every 5 Frames って書いてますけど、5倍加算平均合成しますよということなんですね。つまりどういうことかというとですね、さっきのタイトルに戻ると、この421枚を5枚ずつ加算平均合成するって意味ですね。なんで、1枚目は最初のこの5枚を加算平均合成しますよ。で、2枚目は、あ、間違った。2枚目は、こっから5枚加算平均合成しますよと。で、3枚目は、こっから5枚加算平均合成しますよと。いうことで、5枚ずつこうずれて加算平均合成していくんですね。っていうのが、ここで決めれます。なので、例えばこれ5枚でやって、1回タイムラプスにして、その飛行機の航跡とかうまく消えなかったときは、これ8枚にしたり10枚にしたり、あまり多すぎるとちょっと処理が長すぎるんで、だいたい10枚ぐらいやれば、よほどのことじゃない限りは、飛行機の航跡消えます。なんで、まあ今回5でいきますね。はい。で、最後にこのカラースペースっていうのがあります。これ、ダブルクリックすると、右クリックだ。右クリックするとこう Adobe RGB とかリニアとか選べるんですけど、もう一回画像処理したいときは Adobe RGB にして TIFF で出力してもう一回画像処理するんですけど、今はもうこれ最終出力なんで sRGB の状態です。で、これでスタート押すと、どん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 、ここがですねスタートしました。はい、コンポジティングって言ってますね。こうやって今421枚を画像処理し続けてます。で、終わるとこれフィニッシュって出ますから、まあ、だいぶパラメーターこれまだまだ先ですけど、これ20分30分ぐらい待つのかな。で、これが終わるのをまず待ちます。はい、それではセクエーターの出力が終わりました。で、終わったやつ、ちょっとファイル名違って申し訳ないです。終わったやつがここに全部あります。加算平均合成5枚ずつやったやつ画像がここに保存されているんですね。で、今度はこれをタイムラプスにしましょうっていうお話で、ダヴィンチリゾルブを使います。はい、ダヴィンチリゾルブです。さっきご説明した通り、いろいろカラーグレーディングとかをやるソフトなんですけど、動画編集の機能も備わってきて、すごい万能の無料ソフトになっちゃったっていうやつですね。すんごい使いやすくて、基本的にはこれでタイムラプスを作って、それから動画の編集もこれでやっちゃいましょうと。ちょっとこれ、気にしないでください。このまま進みますね。はい。ではどうやってやるかというとですね、この下にですね、こうメディアとかカットとかエディット、あ、ちょっとギリギリ見えるのかな？はい。これで下の欄見えますかね。このダヴィンチリゾルブなんですけども、ダヴィンチリゾルブなんですけど、まあこう左からこう順にやっていって、このデリバーっていうところで、動画を出力するっていうようなイメージです。で、まず、まあ、ここでももうやっちゃえるんですけどね、まずこのですね、今エディットっていうところを見てます。で、ここでメディアプールにクリップがありませんって、ね、メディアプールにクリップがありませんって、ここで右クリックをしていただいて、メディアの読み込みっていうのを選びます。で、もうこれ選ばれまっちゃってますけど、さっき、出力した、これですね、セクエーター済みの画像、コントロール A、ちょっとこいついらないんで、コントロールクリック外して、こいつを開くと。で、そうするとですね、
ほら、これもうタイムラプスできてるんですよ。結構ね、サクサク動くんで、このソフトすごい優秀なんですよね。で、通常だとタイムラプスムービーにして動画編集ソフトに取り込んだりするんですけど、このダヴィンチリゾルブの場合はもうこのシーケンスっていうんですけどね、この421枚撮影した分はもう一つの動画として読み込まれているので、一回一回動画で吐き出さなくても画像処理終わった状態であればこうやって読み込めちゃうので、すごい楽なんですよ。で、次は、こいつをですねクリックしたままドラッグ&ドロップ、この下のタイムラインに入れちゃいます。はい、離します。はい、出てきましたね。これ再生するとこう動画が見れます。これ以上 4K で出したんですけど、結構割とサクサク見れて便利ですよね、ほんとね。はい、ですね。で、今はですね、こう横がちょっと黒いじゃないですか。黒い。これは写真が、まあ、3対2とか4対3とかで撮ってるときに、実際テレビ、モニターで出すとき16対9なんですね。アスペクト比、ここの縦横比率が16対9なんですよ。なので、ちょっとこれだと、写真の比率合ってないので、こういう時は右上にですねインスペクターっていうのが、あれインスペクターっていうのがありますので、変なことになっちゃった、もう一回言います。右上にインスペクターっていうのがあります。これですね、これを選ぶとこういう画面になります。で、ここで、はい、ここに注目ですね。ここ、あれで、ここに注目ですね。これです。ズームと1っていうんですね。これで、ちょっとズームして、縦横を合わせて、まあ、トリミングするみたいなイメージですね。はい、じゃあやってみましょう。ズームのところ、この矢印マークがこうやって出ますんで、見ますね。矢印マークがこうやって出ますんで、クリックして、今右にずらします。マウスを右にずらします。そうするとこうアップになってますね。ちょっと見づらいなーっていう人はこの左上、ここ27って書いてますけど、こいつを 12.5 とかの比率にすればちっちゃくなります、ね、で、ちょうどこの黒いところがなくなるぐらい、まあ大体でいいと思うんですよね。黒いところが見えなければいいと思います。で、この Y の方は、あ、同じだ、同じですね。で、1。ここを動かすと、わかります？こう、右、左に動いてる。はい。もうちょっと見せようかな。こう、Y をやると、こう、上下に動く。ですね。よくタイムラプスとかで、上から下にこう、動いていくようなティルトしたような効果はこういうのでアニメーションつけてやったりとかするやり方もあるんですね。まあ今日はそれちょっと省略しますけど、はい。で、これで縦横の構図が決まったら、これで出力します。で、この右下ですね、ここデリバーっていうこいつ、こいつをクリックします。そうです。はい、画面が変わりました。で、左上にですね、レンダー設定とかありますね。で、こう、いろいろあります。これ、出力コーデックっていうんですけど、動画をどういう形式、どういうサイズ、どういう画素数って言っていいのかな、のもので出すかっていうのをここで決められるんですね。まあ、通常はこの H.264 とかでいいのかなというふうに思います。で、今日、まあ、H.264 にして、まあ、名称、今、ちょっと適当にテストと言いますけど、はい、ほ、ですね。で、ここの保存先がこのブラウズっていうやつをクリックします。これ、要はその、どこに動画吐き出しますかっていう、テスト MOV っていう動画ですね。吐き出しますかっていう感じね。で、次に、こう下に行くとですね、
こうビデオの書き出しっていうところで、でフォーマットってありますね。でビデオの書き出し、今フォーマットクイックタイムになってます。これあの画質すごくいいんですけど、ちょっと重たいので、もしお使いのパソコンでクイックタイムで出して動かない場合は MP4 とかにした方がいいですね。はい、でコーデックはエッジドット26のままでいいです。で、ここの解像度ですね。これ今 3840×2160、 これが 4K になります。で特に 4K で出さなくていいよって人はこの HD っていう、これ1920、1080、これ数字を覚えるようになりますけど、HD 画質、いわゆる200万画素ですね。で 4K になると800万画素になります。で、フレームレート、フレームレートっていうのが1秒間に何枚写真を使いますかっていうものになります。で、今日は一応1秒間に30枚のやつやりましょうかね。だいたいその私が動画作品とか作るときは24で映画っぽくやったときがあるんですけど、タイムラプスのときは30でやってます。でもこの辺はまあお好みみたいですけど、ちょっとシネマティックっていう、まあ、表現方法は24の方がいいっていう話ですけどね。で、まあ30に、じゃあ今日はちょっとして。それから、で花粉症で鼻すすってすいませんね。他はそのままでいきます。で、ここ。連打Q に追加ってやつをクリックします。そうすると右上に何か来ましたね。来ました。でこいつがここに右上にある状態でレンダー開始ってのをクリックします。そうすると今動画として書き出しているところですね。はい、では動画の書き出しが終わりました。じゃあダヴィンチリゾルブはもう閉じてしまい、今保存しない、今一個だけ作ったね。そんな保存しなくていいと思うので、はい、で実はここにありますすいませんね、ちょっとファイル名が違ってて申し訳ないです。で今やったやつが、これがビフォーですね。飛行機がビュンビュン飛んでてこうフリッカーがあるという状態なんですけども、これがアフターになるとこのように飛行機が消えました。加算平均合成したので雲がちょっとブラー、そのブラそのブレがかかっているのが分かりますかね。ちょっともう一回いきますね。最初に見せたやつはこう雲が結構くっきりなんですけど、加算平均合成をするとちょっとブラーって言うんですけども、ブレですね、動画的なブレが加わります。でノイズは全体的に減ってるし、それから飛行機がいなくなったという感じですね。っていうのをこれ今吐き出しました。こういう風に作業をします。で試しに冒頭の動画でもありましたけど、他の作例を見せるとこれですね、めっちゃピュン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 と、すごいです。こんなに飛行機飛んでるんですね。それが加算平均合成、これを5枚の加算平均合成して作ったのがこれです。完全に消えてないのお気づきになりましたかね。この左側のここを見てくださいね。もう一回いきます。ほら今線入りましたね。これ加算平均合成5枚じゃ足りなかったっていうケースですね。なので10枚で加算平均合成、ちょっとおさらいしましょうか。さっきのこのタイムラプスオンのところでこれですね、これを5枚で出力して、それをタイムラプス、さっきのダヴィンチリゾルブでタイムラプスにしたら飛行機の軌跡が消えなかった、消しきれなかったので、ここを10にして再度動画を作成し直したのがこれですと。10枚にしたらもう完全に消えましたね。はい、だいぶ見やすい動画になりましたね。これ最初の動画見ましょうか、もう一回。はい、もう海もブワブワなんか揺れてるし、飛行機いっぱいいるし、もうチカチカ、これ奥に釣り人さんいるんですよね。あとこう漁船ですね、いっぱいいるんで、もう
構せわしない、見てて結構不快に感じる感じの動画なんですけど、これがセクエーターで10枚ずつ加算平均合成して作ったらこう滑らかになったという感じですね。で、注意点としてはこのセクエーター基本的に星空の写真に対して加算平均合成ができるので昼間の写真できないです。で、うまくいってない場合はここになんかですね、境界線に対してオーラみたいなのが出たりして結構見にくい感じになるんですけど、そういう時は、まあ、ちょっとみんなさっきみたいにその境界線を引き直してもう一回やり直したりとかっていう感じですね。で、こういう風に境界線がはっきりしてるのはやりやすいんですけど、ちょっとこうここになんか例えばでっかい塔とかがあったりして、そこが境界線かぶってたりするとちょっと加算平均合成が苦手だったりします。まあ構図にもよるっていうことですね。まあ、こういう感じで飛行機を消すということができます。はい、いかがでしたでしょうか。画面収録が初めてだったので、説明に至らない点ももしかしたらあるかもしれないんですけども、まあ、こんな感じで飛行機の航跡をの消す、タイムラプス動画作れますので、ぜひこれお試しいただきたいなと思います。まあ、この動画気に入っていただけた方はチャンネル登録といいねをぜひお願いできればなと思います。またまだ有益な情報これから出していきたいと思いますので、引き続きこのチャンネル楽しんでいただければなと思います。それではまた、さよなら、バイバイ、したっけねー。